はい、皆さんこんにちは、パポロンです。今回もチョキハグレート3プレイしていきます。でですね、今回はついにこのパーツ、ずっと気になった、これずっと気になったけど我慢して、はい、クリア後に取っておいたんですけど、まさかのね、このコンレース、違うコンレースで他のやつがつけてきて、なんだろう、レアパーツって聞いてたのにって感じでそうですね、思ったんですけど、はい、今回は初めて使っていきましょうか。水には沈む、路面からの影響は受けないけど水には沈む。水上儲け、これは沈むタイプか。で、この見てくれたら分かると思うんですけど、このすごい占有量というか、ほとんどパーツが付けられないんだよな、他の付けられない。これか、なんだこれ、ジャンピングヘリか、これか、選べって。ジャンピングヘリでしょそれは、いくらなんでも。さあ走りましょうか。まずスペーストリップ、なんだこの音。お、加速早いな。いや、エンジン音じゃないのかもしれないけど、空気音やだな。なんだろう、あの電気自動車、あれもなんか変なキュイーみたいな音になるじゃないですか。あれは特別あったのかなそれと同じぐらいなんか違和感がある。なんじゃこりゃ。あ、でも楽勝で1位取れるっぽいな。あ、そうなんだ。え、お前ら不正してんじゃねえのか。なんだ今の加速。あ、300キロ出てるぞ。あ、すごいな。ホバーより全然いいかも。あの、ルマンがくれましたからね。秘密のアイテムだみたいな感じで。音がどうにかならんかね。なんか、不機嫌というか、不快になる音をしてるな。よし。よっしゃ、今回も1位取って、あれもらおう。変わったボディもらおう。あとどれぐらいボディ集めないとダメなんだろう。なんだよ、今の。ふざけんなよ。プロペラか。他は何がいいんだろう。ここでも300キロ出るな。それであいつは履いてんのか。でもやっぱサイドジェットで前走った装備の方が個人的にはいいけど。でもう一周か。え、タイムどうなんだろう。加速は速いんだよな。あ、タイム的にレコード出てないからやっぱそんなにいいってわけでもないのか。これでグランプリとか走ったらどうなんだろう。1位取れんのかな。腕によるだろうな腕によるよな。それはもう水中に沈むっていうのが気になるな。なんだ水中に沈むって。そんなことされたらもうお手上げなんじゃないのかな。閉店ガラガラってなるんじゃないかな。どうなんだろう。ちょっと一回水に入らないとこれは終われないな。水といえばどこだろう。あの潜れるところ、スプラッシュハイウェイだったっけ。あれの L コースとかどうだろう、どうなるだろう。まあ、ここはサクサクとクリアして、まあ、そろそろねカットしてゴールのとこだけやって、ボディどんなのが手に入ったかっていうのをやって、スプラッシュハイウェイ行こうか。さあもうゴールですね。まあ何事もなく。なんか今回だけ遅いな。なんでだろう。独走だったな。え、3500円。あ、かぼちゃあるんだ。前回というかハイグレート2でもありましたよね。これは引き継がれてんのか。いや、それは驚きないよ。前回のシャチホコードの。え、何番だったんだろう。さあ水の中に入っていきましょうか。これですね。近道使えるかな。
まあ、最初は普通に行ってみて、次にうわ近道の方行ってみようかな。てか上ルートもあるか。でも水の中に入らないとダメだから。あ、普通に1位取れんな。すごいなこれ。やっぱりさすが最新鋭のパーツ。これ下の方行ったらいいかな。ガツーンあ、0キロ。え、ここだけじゃないの。水の中はどうなんだ。水の中遅いっぽいぞ。180キロってどうなんだ。え、どうなんだ。今ない。今5位、4位。勝てるかな、このルートで。うわ、水の中は苦手っぽいな。そっか。ってことは上ルート行かないとダメなのかな。次、近道ルート行ってみるか。あ、でもこれ絶対遅いよな。絶対遅いよ。遅いもんだって。どんどん抜かれていってるから。うわ、遅え。そっか、水の中はダメか。うわ、早く上がりたいよ。8。ここで追い抜く。潜水艦野郎どもが。潜水艦のやつら近道走ってたのかな。あ、でも意外にここで巻き返せるな。できれば1位取りたいんだよな、走るからには。ボディーコンプのために。うん、領事が。でもここで追い抜いておかないとどうせあれだかな。3位ぐらい。でも次近道ルート行ったらどうなるだろう。でも本当にステアリングとか走りやすいな。で右。うわ、あ、下に着くまで時間かかるんだ。頑張れ頑張れ。で170。うわ、先輩がいる。先輩たちがいる。なんだこいつら、うぜえ。速っ、めちゃくちゃ速いね、あいつら。やっぱりうわ、近道が近道じゃないみたいな。詰まった詰まった。そこんな地の底を走らないとダメなのか。ちょっとジャンプしてみようかな。絶対遅いよな。うわ、7位。どうだろう。さっきもでも遅かったからな。言ってさっきも遅かったよ。いや、こっちじゃない、こっちじゃない。もうそっちには行かないと決めたんだよ。こっちはこっちは。あ、別に今のところでもなかったか。9位。どうだろう。あ、でもどうだろう。合流した。あ、遅いな。あれ、領事、これ領事風の誰か誰だ。ここで巻き返せるんだけど、やっぱ上ルートかな。邪魔だよ邪魔だよ君。うわ、ここで、あ、さっきより絶対差ついてんな。てかタイムが遅いもんな。4秒5秒。え、あ、2周で終わりか。じゃあ2周で終わりかい。悲しい。ちょっと上ルートも走って終わりましょうか。いや絶対ね、制作者としては全てのコース1位取れるはず。そういう風に設定してるはず。読みでは、アポロンの読みではこいつは1位を取れるはず。ここでこいつ領地もどき。うわ、挟んできやがった。これ減速バグある時だったらほんときつかったからな、挟まれたら。さあ、ウェルートだ。こっちで1位を取る。あ、こうなってたんだ。へえ。あ、これ楽勝なんじゃない。どうなってんのこれ。飛ぶの。あ、飛ばないか。あ、近道軍団が早えな。近道ほんとマジか。うわ、危ね。あ、ここ飛ばないとダメなのか。近道軍団早えな、マジで。あいつら
舐めてたらダメだなあいつらを。これグランプリだったらどうなるんだろうな。グランプリだったら厳しいか。L コースグランプリここなかったっけ。あったな。めちゃくちゃ楽に勝たせてもらったな。一番楽に勝たせてもらったところだから、ここあジャンプしたかった、ジャンプしたかったよ。あでも1位は取れそうだ。1位は取れそう。グランプリになるとどうかはわからない。まだか、まだか。結構長いよな上がってから。これで一周か。うん、まああとはもう一周はカットで。さてゴールですね。やっぱり上ルートだとLコースで1位取れますね。でもグランプリだったらきつい気が。これは持ってるかな。かぶったかぶったって言ってほしいんだけど。はい、ということでね、今回このエアフローター使ってみたんですけど、まあさすがの性能でしたね。ただぶっ壊れてはないかなとは。どうだろう、悪魔のエンジンってあんのかな、ないのかな。悪魔のタイヤがあるだけか。うん、ということで、はい、こんな感じでした。はい、では今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。